皆さんは今、講談に立つ私を見ていますな。私が何を着て、どんなネクタイをしているのかを皆さんは見ることができます。そして私は今皆さんを見ています。皆さんが誰と一緒に座っているのか、ここから私は見ることができます。ですからそんな私たちがあなたの目は 見えていますかと問われれば、私たちは躊躇なく、はい、見えてますと答えることができます。それは間違っていません。確かに私たちは今この目をもって互いを見ているのです。しかし、聖書を読んでいますと、どうやら私たちが見えるということと、 イエス・キリストが言う見えるということは違うのだということに気がつかされます。ヨハネの9章に記録されている出来事を紹介しましょう。ある時イエス様が道を歩いておられると生まれつきの盲人に出会いました。イエス様は地に椿をしてそれで泥を作り、この盲人の目に塗り、 白ムの池に行って洗いなさいその言葉に従い彼が白ムの池に行って目を洗いますと彼は見えるよううにになっっってて家帰いったというのです彼を知る近所の人たちはその人がかつて路上で物乞いをしていた盲目の彼であると認めると口々に「お前の目はどうして 空いたのかと尋ねました。彼は答えます。イエスという方が泥を作り私の目に塗り、白ムの池で洗えというので、そうしましたら見えるようになりました。彼らは驚き怪しみ、その人をパリサイ人たちのもとに連れて行きますと、彼らも同じ質問をしました。どうして見えるようになったのか。 それに対して彼は同じ説明をします。人々はこの信じがたきことを理解することができずに、あたりは騒然となります。パリサイ人は彼の両親を呼んできて同じことを聞きますが、両親は大人である彼に聞いてくれと言います。そしてパリサイ人は同じ質問をします。 その人はお前に何をしたのかどんなにしてお前の目を開けたのか彼は何度も同じ質問がなされることに、半ば呆れるかのようにして、自分の目を開いてくれたイエス様についてこう言います。ヨハネ、章三32から33。生まれつき盲人であった者の目を開けた人があるということは、 世界が始まって以来聞いたことがありません。もしあの方が神から来た人でなかったら何一つできなかったはずです。これを聞いたバリサイ人たちはお前は全く罪の中に生まれていながら私たちを教えようとするのかと言い彼を外へ追い出しました。私は 生まれた時から目が見えました。それは私の努力によるものではなく、神様は私に視力を与えてくださったからです。以来54年間、この目を使い、私は自分を取り巻く世界を見てきました。私の記憶にはないのですが、きっと私は母に抱かれ、彼女の顔を 間近にじっと見ながら母の父を飲んだのだと思います。まだ幼い時、生まれて初めて海を見た時の感動を忘れることができません。それは千葉の九十九里浜でありました。夏休み友達と虫取りに行き、捕まえたクワガタの甲羅の輝き、汗をたらたら流しながら 塩をかけて食べたスイカ私はそれらを見ました。私はこの目で目の前にウェディングドレスを着て立つ妻を見ましたし生まれてきたばかりの我が子も見ました。三年前私の前で召されていく母の姿を見たのもこの目です。私は この目で多くの喜びを見、また悲しみを見てきました。言うまでもなく皆さんも同じ経験をしてきたことと思います。このように考えますと、この聖書に記録されている生まれつき盲人であったこの男の生涯は明らかに 私たちのそれと違うことがわかります。彼は生まれてからこの方、自分の父と母の顔を見たことがないのです。心寄せるような人がいたとしても、彼はその人の顔を見ることはできませんでした。彼はエルサレムの神殿を見たことなく、食卓に座る家族の笑顔を見たことが、 一度もないのです。そんな彼が、イエス様と出会い、彼の目は開かれたのです。私たちが見ている世界を彼は生まれて初めて見ることができたのです。皆さん、もし私たちにこのような友がいたとして、ある日、その目が見えるようになった時に、 私たちは彼に向かい、どのように反応しますか。聖書の言葉に、喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣きなさいという言葉があります。私は最近この言葉をよく思い巡らします。泣く者と共に泣く。すなわち、 人の悲しみを悲しみとして受け止めることに私たちは大抵困難を覚えません。この感情は世界共通のものです。たとえ私たちの敵であっても彼らの葬式に対して私たちは理解とリスペクトを示します。キリスト教徒であろうと、イスラム教徒であろうと、 ヒンズー教徒であろうと愛する者をなくした悲しみは共有できるものです。しかし、果たして喜んでいる人の喜びを共有することはどうでしょうか私たちは悲しんでいる人と共に悲しむように、喜ぶ者の,の喜びを共に、 喜ぶことができるでしょうか私が思わされていること。それは時に、喜ぶものと共に、喜ぶということは、悲しむものと共に悲しむこと以上に、難しいということです。生まれつき、盲人であった、男の目が、開かれたという、 彼にとって人生最大の出来事、そのことが記録されたこの記事の中に、私たちは恐ろしいほどの人間の冷たさを感じ取ります。この出来事を見ていた人たちに、パリサイト人がいます。彼らは宗教家でした。 彼らは神に対する知識を誰よりも持っていました。その彼らの前に目が開かれたばかりの生まれつきの盲人がいたのです。しかし彼らはその人の喜びを共に喜ぶことをしませんでした。よくやったねという言葉が ここに一度も記されていないことに私は凍りつくような思いを持ちます。彼らはこの盲人の新しい人生を喜ばずそれを疑い議論をしていたのです。そして最後にこの宗教家たちは彼を非難し追放しこの盲人は再びイエス キリストに出会ったのです。ユハネ9章の35から41。イエスはその人が外へ追い出されたことを聞かれた。そして彼に会って言われた。あなたは人の子を信じるか彼は答えて言った。主よ、それはどなたですかその方を信じたい。信じたいのですが。 イエスは彼に言われた。あなたはもうその人に会っている。今あなたと話しているのがその人である。すると彼は死を信じますと言ってイエスを拝した。そこでイエスは言われた。私がこの世に来たのは裁くためである。すなわち、見えない人たちが見えるようになり、見える人たちが見えないように なるるためであるそこにイエスと一緒にいたあるパリサイ人たちがそれを聞いてイエスに言った。それでは私たちももうなのでしょうか。イエスは彼らに言われた。もしあなた方が盲人であったなら罪はなかったであろう。しかし今あなた方が見えると言い張るところにあなた方の罪がある。 パリサイ人はここでイエスに聞いています。それでは私たちも盲人なのでしょうか。この言葉には自分たちが盲人のはずはないし、そんなことは考えたこともないというパリサイ人の姿があります。しかしそんな彼らにイエス様は臆することなく言います。もし、 あなた方が盲人であったなら罪はなかったであろう。しかし今、あなた方が見えると言い張るところに、あなた方の罪がある。ああ、パリサイ人は、なんと独りよがりな人間なんだろうか。彼らは何も分かっちゃいないということで、もし私たちがこの物語を、 受け止めるるのであるならこの物語から私たちが得るものは何もありません聖書は私たちに問いかけるんですあなたはどうなのかこのことはあの宝刀息子の例え話にもつながりますあの弟が帰ってきた時に 父は両手を挙げて喜びました。しかし、兄の心は固く、冷たく閉ざされていました。彼は父が我が子を見る目で、弟を見ていなかったからです。かつて、ロサンゼルスサンゲーブルバレーのチャイニーズギャングであった、 ジョニー・チェーンという男性の証を動画で見ました。彼は12歳から26歳まで刑務所に入っていました。彼の背中には一面入れ墨があり、その首にもびっしりと入れ墨が入っています。その彼が出所して母に教会までのライドを頼まれ、 教会には入らないし、牧師とは話さないという約束をして、母の教会に連れて行きます。100%、牧師は自分を改心させようとするだろうと、最初から彼の心は閉ざされていたのです。しかし、教会に行ってみますと、彼が大好きな、 ジャージャーメンが振る舞われていました。また彼の前に現れた牧師は押し付けがましくないと思われました。そこで彼は教会に入り、ジャージャーメンを楽しみ、牧師との会話が始まりました。We should keep our curry lunch, right?That's very important. 牧師の後あ、食事の後、牧師は一つの質問をしました。ジョニー、罪って何だと思う君は自分を罪人だと思うかいその時彼はちょっとイラッとしてきたようですが、牧師はお前は罪人だと彼を問い詰めるというよりも、あなたは 罪について何を知っているかということを本当に知りたがっているように思えました。そこで彼は言います。罪とは悪いことをすることです。罪とは嘘をつくこと、盗むこと、そして人を殺すこと、それが罪です。すると牧師はこう言いました。 それは違うよ。not so. その時牧師が not so と言った言葉を彼は今でも鮮明に覚えていると言いました。彼にとってそれは、それほど牧師の返答は衝撃的でした。牧師はヨハネの16章9節を引用しました。 罪についてと言ったのは彼らが私を信じないからである。そして言いました。ジョニー、罪とはイエス・キリストを信じないことだよ。イエスを信じていないのに君はイエスに従えるかいジョニーは答えます。もちろん無理です。牧師は言います。 イエスに従わないということは自分が思うように物事を選び取っていくことだよ。まさしくジョニーは疑うのことなくそのように生きてきました。そんな彼に牧師は尋ねます。ジョニー、その生き方は君を幸せに従え。彼は言います。Absolutely not. 絶対にそんなことはありません。そうです。彼の人生はいつも誰かを傷つけ、自分を傷つけ、ここまで来たのです。イエス様が左に行きなさいと言われても、右に行くこと、それが罪の始まりです。左に行って自分がやりたいことをすると、 自分が神となるので、心が空っぽに感じるんだよ。牧師がそう言った時彼は驚きました。なぜなら、彼はいつも心に虚しさを感じていたからです。牧師は言いました。ジョニー、私たちは不完全な人間なのに、完璧に生きようとするから、 いつも失敗するんだよ。だから心に虚しさを感じるんだよ。そして罪とは自分の考えを神の言葉よりも正しいものとすることだと定義したのです。見言葉がこうしなさいと言えば嫌だと言い。 このことを信じるのだと言われているのに、自分の思いを信じようとする。信仰とは、神が存在すると信じるだけではなくて、神の言葉を真理として受け入れることだと牧師は言いました。今までこんな牧師の、この牧師のように彼に説明してくれる人はいませんでした。 牧師が言う一言、一言に彼は納得したのです。主にある皆さん、あのパリサイ人は神について知っていましたが、神を知りませんでした。なぜ、なぜなら彼らはイエス・キリストの言葉に従っていなかったからです。 イエス様が見るようにあの盲人を見ていなかったからです。すなわち、彼らはイエス様が立つところに、イエス様と共に立っていなかったんです。イエス様とは異なるものを見ていたのです。そして、自分は見えていると、自分の見方の正しさを主張して生きてきたのです。あの宝刀息子の兄も同じように、父の視点で、 弟を見ていませんでした。それゆえに、彼の心に平和はなく、その心は怒りと妬みが見えくり返っていました。イエス様はそんな者たちに言います。今、あなた方が見えると言い張るところに、あなた方の罪がある。イエスを信じることなく、 イエスに従わず、自分の思うがまま、自分が見ているままに生きること、それが、罪、なのです。パリサイ人により、見を追い出されたこの男にイエス様を再び会いこう言います。ヨハネ、章三35から38、あなたは人のことを、人の子を信じるか彼は答えて言った、死を、それはどなたですかその方を信じたいのですが。 イエスは彼に言われた。あなたはもうその人に会っている。今あなたと話しているのがその人である。すると彼は死を信じますと言ってイエスを拝した。彼はその時からイエスを信じて生きるようになったのです。イエスを信じて生きるとはイエスが願われているように生きるということです。その言葉に従い生きることを自分の思いに従い生きることよりも 優先することです。この時から彼は信仰の土台に立ったのです。主にある皆さん、クリスチャンになるということはこういうことです。これまで自分で好き勝手にいろいろなものを見、自分で好き勝手に進むべき道を歩んでいた、選んでいた、 しかし、イエスを主として信じた今、イエスを信じ、イエスが願うように神の言葉に従い生きるのです。そして、このことこそが、いや、このことだけが、私たちの心から虚しさを取り除き、本当の平安を与えてくれるのです。 最後になりますが、私たちが毎週見ています三条の教えの見言葉を開きましょう。今日ここまで話してきたことは、この見言葉を明らかにするためでした。マタイ六章の二十の22から23。目は体の明かりである。だからあなたの目が澄んでおれば全身も明るいだろう。しかし、あなたの目が悪ければ全身も暗いだろう。 だからもしあなたの内なる光が暗ければ、その暗さはどんなであろう。このあなたの目が澄んでおればという日本語に対して英語の聖書はここを目が健康であるのならと記しています。この健康という言葉はギリシャ語でハウプロースといい、その言葉は単一シングルであることを意味します。すなわちこの目は 目移りせずに一つを見つめる目。双心のない目を意味し、そうであるのなら全身も明るいという。ここにイエス・キリストは私たちに問いかけます。あなたは双心のない目でぶれることなく、 まっすぐ私が見ているようにこの世界を人間を見ているか生まれて初めて目が見えるようになった男のよ喜びを喜びとすることができなかったあのパリサイ人は明らかに自分の目であの男を見ていましたその彼らの心の暗さはとても 深刻なものでした彼らの心に光は届かずそれは凍りつくような心でした主にある皆さんもし私たちがこれからこの目と共に生きていくのであるなら この先、私たちから何か良きものが生まれることを期待することができるでしょうかい,いえ、私たちの目が悪ければ、その全体も闇に包まれてしまうでしょう。そして、その暗さはどんなでありましょうかしかしもし私たちの視点がブレることなく、 イエス様が見ているようにこの世界人間を見ていくのであるなら私たちの心も体も明るくなることでしょう明日がどんな一日になるのかそのことにはいろいろなことが影響します天気経済健康そのすべてがこのことに影響しますでしょうしかしその中で一番大きなものは私たちの心が どこにあるのかということです。私は自分の思いではなく、イエスの思いに従い生きているのかイエスの目をめおってこの世界を見ているのかこれらのことこそが私たちの明日を導き引いては私たちの人生を決めていくことでしょう。主にある皆さん。 私たちはクリスチャンであると言いながら、キリストの言葉ではなく、自分の思いや願いに従おうとしていないでしょうか。イエスキリストのことなど考えたこともありませんという方がもしかしたらこの中にいるかもしれない。皆さん、なぜ私たちの心には虚しさが伴うのでしょうか。私たちは完全ではないのに、 完全であろうとし、自らの思いに従い生き、そして失敗するからです。今日、あなたの人生をイエス・キリストに委ねませんかあなたの心の目をイエス様に向けませんかマタイ6-22、目は体の明かりである。 だからあなたの目が澄んでおれば全身も明るいであろう。お色にしましょう。Let's pray. <S 天皇お父様、今日私たちにあなたが見えると言い張るところにあなたの罪があるとあなたを教えてくださいました。エ e リ v e n l y Father, today you tell us because You claim, you can see, your guilt remains. 私たちがあなたを信じないゆえにあなたに従うことができないことをお許しください。Forgive us for not believing in you and therefore not obeying you. あなたを信じて、あなたの身言葉に従い私たちが生きることができますように。May we believe in you. live according to your word. 私たちがあなたの視線でこの世界をそして互いを見ることができるように死を助けてください。Help us to see the world and each other with your gaze。喜んでいる人と共に喜び。悲しんでいる人と共にその悲しみを共有することができますように。May we rejoice with those who rejoice. And share the sorrows with those who grieve. This prayer we pray in the name of our Lord Jesus Christ. We pray of Jesus